ご飯でしか、ご飯を作ることでしかコミュニケーションが取れないじゃん。順番にボタンを押して混ぜましょう。これ系頑張ってみるか。混ぜ。よし。よし、早い。混ぜ。よし、早い。早いよ。いいよ。ぐるぐる。よし、早いよ。いいんじゃない?よし、早い。なんで鍋で作ってんだろうな。鍋しかないのかな、うち。あー、ぴったり止めね。ぴったり止めね。これ。これ真ん中むずいよ、結構。あー、ピタ、ピタ押し。結構焦げてない？結構焦げてない？あ、3回焼いてるわ。やったー。あ、これいいんじゃない？これは1000点いただいたわ。いただいたでしょ。陰キャの喜び方しちゃった。バターと蜂蜜でどうぞ。生クリームとかも乗ってる。ご飯。おしゃれね。ミトコンさんの作る料理は。おしゃれよね。あ、びっくりした。痙攣し始めたのかと思った。アレルギーのものあったのかと思ったじゃん。びっくりした。エピペン注射をぶっ刺さなきゃいけないかと思った。すぐ溜まる。エピソードすぐ見れる。おしゃべりを普通にしてもいいんだろうけど。てか、おしゃべりしないと多分言葉埋まんない。埋まんないよね。お庭も。わあ。なんだこれ。これ空？いい空だね。お家はあっちもこっちもあったかいですね。あったかいね。素敵なお家だね、これ。どんな収入、どんだけ収入があったらこんな家に住めんだろう。どっかで私を見かけたことがあるってこと？いい匂いがしました。あったかくていい匂いがしたからついてきたってめっちゃ不審者だけど。後をついてきたの？はい。なんでそれ最初に言わなかったの？怒んないで。ちょっと離れた。ああ、でもストーカー気質か。まあ悪くない。嫌いじゃない。まあこの犬ちゃんだから許されるわよね、その理由は。その中で私だったんだ。他にも選択肢はいっぱいあったけど君だけが好きなんだ。合格だわ。なるほどね。そういう障害があってもミトコンさんだったんだ。来ちゃった。へえ、来ちゃったか。はい、来ちゃったです。なるほどね。ミトコンさんと猫ちゃんちゃんが一緒にいるのを見たら、あ、びっくりした。ジェラシーかと思った。そうか。いや、なんかめっちゃ気にする、この人たち。別に良くないか。ダメなんだ。あー、まだ引っ張ってるもん。そうなんだ。普通っていうのが一番難しいんだよ。だー、進んだ。あ、何？なんだろう。本当に種かしら。ボディーランゲージが半端ないな。そう。あ、くれるの？ありがとう。幸せの水。水素水。種はガーデニングで鉢に植えることができます。あ、ガーデニングできるようになったっぽい。あ、本当に？ありがとう。ありがとう。ガーデニングしよう。ガーデニング。お水をいっぱいあげて、収穫をお金？
農家じゃん。へえ、本格的。へえ、同じ組み合わせで何度も育てると。あれ？牧場物語？自分の蜂をお世話して。へえ、猫が育てた植物を私が収穫して金に換えるってことね。いいよ。じゃあ、犬ちゃんの蜂。これは自分たちで世話するってことなのね。不思議な種。じゃあもらったやつ植えようよ、ここに。種でかくね？え？水をあげる。うわぁ、牧場物語。わ、え？これ植えて、基本の種、基本の種ねー。野菜もないー。じゃあこれを植えて、ここにも植えて、そんで水をあげればいいんだね。わー、すごーい。すごいねー。あ、チューリップ咲きそう。あ、犬ちゃんの鉢植えも何か。わー、根腐れするー。根腐れ。え、これずっと水をあげてたらさ、咲くってこと？そういうことでもない。あー！動物の森。なんか咲いたよ。なんだこれ。収穫。奇跡のチューリップの種。奇跡のチューリップだ。わー、すごい。このチューリップの写真をバックになんかポエムとか書かれてる画像ありそう。ありそうだね。なるほどね。ガーデニングができるようになった。こんなこともできちゃう。おしゃべりしよう、じゃあ。言葉をね、教えないと。ミトコンさんの、ミトコンさんのうちに。なんかイントネーション、癖になるな、こいつは。犬ちゃんは。うわ、もうリアルだもん。なんかかわいそうになるもん、やだよ。犬ちゃん、コンビニ好きです。コンビニ好きなんだ。教えてほしいです。かわいそうだよ。ああ、好きなコンビニか。ファミマですね。ファミマ。まあなんだかんだ一番よく行くし、支払いとかにもよく行くし、ファミマに売ってる、なんだっけな、フィナンセ。なんか、114円ぐらいのなんかフィナンセがね、ずっと好きなんですよね。昔はサンクスに売ってたやつなんですけどね。毎日、毎日は行かないかな。ファミマに毎日は行かないですね。ストーカーかな？あれこれ、お買い物したあ、わかる、わかりみ。コンビニ行っちゃうとね、なんか新作のアイスとかチョコとか買っちゃうよね。ミトコンさんと猫ちゃんちゃんと、ファミマに行きたいです。そんな、手頃な。いいけど。手頃な。あー、ちょっと待って、エピソード見とくか。見よ。さてさて、こいつらいつ仲良くなるんだ。もう、めっちゃ自己紹介したがる。全然打ち解けないこの人たち。段階を踏む。あ、ソファーの下から出てきた。あ、どうしたの？どうしたの？ミトコンさん、教えてください。なになになに？猫ちゃんちゃんと。あ、また悩んでる。また悩んでるわ。引っ張る。バルはこのワンピースのエースが死ぬ前の場面ぐらい引っ張るわ。おしゃべりしてたら、あら、これは私に依存するルートだね。あー、あったかい気持ちなんだ。だから
いいなって思うんだ。可愛いね。うん、純粋だよこの子は。確かに猫ちゃんちゃんはなんだよ、分かったような口聞いて。犬ちゃんちゃんが来てからなんだか隠れてばっかりです。このうちもう一人いる。私とこの2匹以外にもう一人いるわ。わあ、なにこれ、スマブラごっこ。スマブラごっこ。猫ちゃんちゃんが犬ちゃんちゃんを吹き飛ばして、猫ちゃんちゃんがこのこっち側の画面にドンってなった時に、そのスネークを使っている猫ちゃんちゃんがアピールをしたという画像ですね、これは。あ、猫ちゃんちゃんがちょっと顔を出して、あなたと犬ちゃんちゃんを見ています。あら、今の話を聞いていたのかな。あ、やばい、聞かれた、聞かれたよ、犬ちゃんちゃん。わあ、出てきたよ。ミトくんさんと仲良くなって、うん、なんだかあったかい気持ち、わかったの。わかった、わかったんだ。だから犬ちゃんちゃんの言ってることわかる。わかる、わかりて。あ、わかる。犬ちゃんは猫ちゃんちゃんと、あ、そうだよ、仲良くしたい、仲良くしたいんだって。でもどうしていいかわかんない。わかんない、わかんない、わかんない。私もたまにそういう時あるよ。あー、わかんないんだね、仲良くなり方がね。どうしましょう、どうしましょう、どうしましょうね。自己紹介するべきだと思う、冷静。自己紹介をしたらどうかな。まあもう結構やってると思うけど。自己紹介って何？あ、自己紹介がわかんないんだ。犬ちゃんは、あ、犬ちゃんはわかるんだ。学があるわ。わかった。こういう猫ですって、おしゃべりするのね。そうだよ。お、立ち位置。猫ちゃんは、猫ちゃんはね。うん、うん、頑張れ、頑張れ。何、何？話せばいいの？あ、わかんない。わかんない。これはもう普通のクラスには戻れない。そうだ、青空学級的なところに行かなくては。お、いい提案。わかった。わかった。ね、猫ちゃんはね、猫ちゃんって名前好き。かわいい。好き。好き。ね、ずっとね、なんだかとっても大型な名前なの。猫ちゃんの方があれなんだね。性格的にはなんかこう、落ち着いてないじゃないけど、考えて話さないみたいな。こう比べちゃうと犬ちゃんの方がちょっと落ち着いてて、ちゃんと言葉を考えて話す子だよね。二人はほんわかと言った後、その言葉を刻むように胸を押さえました。ほんわかですね。わかる、わかりて。眠くなってくるわこのゲーム見てると。癒されるってこういうことなんかね。あ、うん。本当？あ、ありがとう。最初は犬ちゃんから聞くね。いや、やばい。質問攻めにされる。今更。今更。見てわかんなかったんだ。猫からしてわかんないんだ、きっと。人間の性別。わーい。今時の。今時のジェンダーマイノリティ的なやつに厳しい。女の子だよ。女の子なんですね。女性実況者と言ってるからには女の子。やっぱりミトコンさんって可愛いなって。あ、くどかれてる。くどかれてるわ。犬ちゃんは優しそうだなって思った。あ、そうなんだ。あ、人から自分の印象を聞くの苦手なんだよな。猫ちゃんも。そう、ありがとう。ありがとう。ミトコンさんは学生さん。わー、それともお仕事をしているの？それ聞いちゃん。いやー、まあ、会社に行ってるよ。ミトコンさんは会社員さんなんだね。うん、そうだよ。すごい聞かれる個人情報を。会社員さんは夜遅くまでなあ。仕事したり大変。ミトコンさんは夜遅くまでは仕事しないけど、朝4時とかに出勤したりするからね。ミトコンさんは大変なの。あー、やばい。やばい、自尊心が上がる。もっと聞いて、もっと聞いてよ。ミトコンさんのいい日っていつなの？いい日？え？
え、何？いつ空いてる？何ですか？私もそれ聞きたいわ。猫ちゃんもちゃんとは知らないけど。何なんだよ。いい日って何？日っていう、あー、びっくりした。なんかメタファーかと思った。君たちはいつ生まれたんだろう。お誕生日ね。誕生日の月を選んでください。わー、ジャンルを選んでください。まあ、ミトコンさんは7月1日ですよ。教えてくれた日が、アカシアさんまとかと一緒です。合ってるよ。ミトコンさん、いろんなことを教えてくれて、すごい全略プロフィールだわ。覚えてくれた？全部覚えたです。あ、なんか打ち解けたんじゃない？二人。最後にもう一つだけ聞きたいことがあるです。何？何色？ミトコンさんは何色が好きですか？これって教えてあげる。あー、選択肢とかじゃないんだな。ドドメ色、ミトコンさんだ。ドドメ色かな。あ、これすぐ決まっちゃうんだ。まあ、ドドメ色。そうね。ドドメ色、犬ちゃんも好きになりそうです。まあ、普通に私は、まあ、色としてちょっと好きみたいなところもあるし、ドドメ色っていう勢いが好きなところもあるだけですから。じゃあ、犬ちゃんちゃんは何色が好きなの？まあ、なんか、深い意味はないです、別に。あー、水色が好きなんだ。あー、純粋。私もそういう、あ、じゃあミトコンちゃんは白色が好き、だってなんか、うん、なんかピュアな色だからみたいな、そういう発言をすればよかった。猫ちゃんは何色が好き？ドドメ色なんて言わないで。猫ちゃんは銀色が好き。お魚の色。わ、オタクみたいな喋り方になる。な、いっぱいおしゃべりをして一緒のことが見つかって少しあなたと2匹は仲良くなったみたいです。あ、家族レベル上がる。家族レベル上がりそう。あ、上がる上がる。やったー。これ12が最高なのかな、もしかして。そんな感じしますね。ミトコンさんは美味しい料理が作れてすごいです。ありがとう。キヌちゃんにはありがとう。輝いて、やばい、そういう言葉に弱いから。キラキラ輝いてるみたいにすごいってことを褒める言葉知りたいです。あー、なるほどね。キラキラ輝いてるみたいにすごい、すごいか。教えてあげよう。ヤバみの極みちゃんかな。なんかすごいすごい名前みたいなの出てるけど、ヤバミの極みちゃんって言って。ヤバミの極みちゃんって可愛い。可愛いです。可愛い。いいよ。ミトコンさんはお料理上手。わあ、いいね。わあ、可愛い。この使い方で合ってる。合ってる。合ってて良かったです。ヤバミの極みちゃん。可愛い。使ってみるですね。いいなあ、なんか。馴染み深くなってきた。ミトコンさんは優しくて、わーい。ありがとう。ありがとう。わあ。あー、ありがとう。すごい。楽しくなってくる。あー、そうだよね。ありがとうね。わあ。あー、何でも肯定してくれる。あー、かわいい。出てこないです。現代人に必要、この子。教えてくれてありがとう。こちらこそありがとう。またお話しとてもなんか自尊心が上がりました。あー、今の時間良かったな。エピソードを見るよ。わー、エピソードが見れるよ。ミトコンさん。はい。何？ミトコンさんはスマホって持ってる？持ってるよ。いつも持ってる。持ってるよ。ミトコンさんはスマホ持ってるんだ。いやー、スマホ持ってるだけですごいって言われた。あのね、あのね、
集めたガラクタで子供作ったの。かわいい。ちっちゃい子みたい。へえ。どうして作ったの？うん、それはね。それは？あのね、犬ちゃんちゃんとお話しするときね。うん。合わせるとマスクが喧嘩しちゃうの。あら、かわいい。かわいいね。目と目を見るのは猫の喧嘩の合図みたいな。ああ、こういう猫の豆知識も教えてくれるわ。でもでも猫友はね。犬ちゃんちゃんともっとお話ししたいなって思って。かわいい理由だね。それでスマホ作ったの。そうか、どれ？犬ちゃんちゃんの分とリトコンさんの分と。そんなに約束の守り。で、ね、電話ごっこでお話ししたんで。あ、電話ごっこする？リトコンさん、犬ちゃんちゃんいやー、なんで私が自分で、自分、まあまあいいよ。まあいい。わい、なんでこんな私になんでこんな私にもっと自信持っていいよ。電話ごっこに誘いに行こうかな、じゃあ。ミトコンさん。なんだこの部屋、かわいい。ベンチあるわ。へぇ、みんなで遊ぼう、みんなで。はいです、みんなで。この人たち別々の部屋にいつもいるんだな。嬉しいです、遊びたいです。気使うわ、自宅なのに。はーい、部屋を移動しまくるよ。リトコンさん、犬ちゃんちゃん、こんにちは。あの、これどうぞ。な、どうも。どれ？え、スマホをプレゼントした。え、わ、これ、スマホのおもちゃ。おもちゃ？プルプルプル。え？結構なんか本格的じゃない？ええー、と。あ、やばい。乗れ、乗れ。犬ちゃん。お電話です。ミトコンさんと犬ちゃんちゃんに。犬ちゃん、乗り切れ。はいです。あ、かわいい。かわいい。ミトコンさんも自分のスマホ耳に当てながらやろう。もしもし？猫ちゃんだよ。ミトコンさんだよ。こんにちは。こんにちはです。こんにちは。そっちのお天気はどうですか？かわいい。フェイスタイムしよう。こっちのお天気は、天気。今、真夜中に撮ってるから真夜中に撮ってるから、ちょっとあれだけど、晴れてるよ。そうですね。いいお天気だよ。猫ちゃんちゃん、こっちは、あー、かわいいな、こいつら。BGM 欲しいな、ここ。こっちも同じお天気だよ。なんか笑っちゃった、今。無邪気になっちゃったじゃん、今。じゃあ、はぁ、実りのない会話や。また、電話しましょうです。こういう電話をし合える相手がいるといいよね。あぁ。ミトコンさん、聞いてほしい。どうした？どうした？どうした？猫ちゃんたち、ミトコンさんに遊ぶ。遊ぶ？遊ぶの？だから、犬ちゃんたち、はい、それぞれ遊ぶ道具持ってきた。持ってきた？じゃあ遊ぶか。猫ちゃんが持ってきたのは、拾ってきたボール。来たね。ちゃんと洗ったんだろうな。犬ちゃんが持ってきたのは、手作りの猫じゃらし。手作り？そこは拾ってきた猫じゃらしじゃないの？ミトコンさん、遊んでくれる？いいよ。いいよ。なんでこんな私に。自信持てって。お前らから誘ってきたんだろうが。猫たちと遊ぶことができるようになった。遊ぶを押してください。やっぱババ抜きがあるわ。今回は猫じゃらしで遊ぼうっと。リズムに合わせて。え、猫じゃらしです。猫じゃらしです。え、あ、LR ね。やだ、太鼓の達人じゃん。ドン、カツカツカツ。いきなり人間の声が聞こえてきたな。へえ。やばい、あ、長い。なんだろう、こんな音楽に乗ってね、猫じゃらし振るなんてことなかなかないですから。これは貴重な経験ですよ。なんだろう、この曲。涙が出てきそう。不安なんだ。な、長い。な、あれ長いな。長いな。一曲丸々だな、これ。喋ることがなくなってきちゃったな、これ。どうしようかな。あー、ミスっちゃったもんね、もう。カットかな、これは。やはり。
あ、転調もするよね。あ、リズムに乗れてないもんね。あ、終わる。あ、コーラス入った。終わるよね。終わるかな。あ、パカパン。あ、すごいすごい。そうだろうか。まあ、そう見えていたのなら。まあ、楽しかったね。え、素材、四つ葉だわ。四つ葉が7つ手に入った。ボール遊びしようよ、じゃあ。遊ぶ。ボール遊びはどういうあれなの？行くよ。はーい。え？わー。わー。意外と、わー。ちょ、ごめん。ちょっと待って。意外とね、きつい。スピードが。はい、あー、はい。シビアだな。はい。早すぎてもダメ。はーい。ちょっと待って。キラーパスやめて。キラーパスだな。あいつ本当は私のこと嫌いだろ。だって顔面を狙ってるもん。なんでそんなさ、きついボールで私を狙うの？てか、ボール遊びって意外とこの、ボールがでかい。バレーボールのことボール遊びっていうの、初めて聞いた。キャッチボールだと思うじゃんか。なんでぶつけ合わなきゃいけないのよ。ぶつけられてるわ。はーい、行くよー。なんでその、きつめのサーブ打つときの腕の構えするの？レシーブをしてよ。楽しかったか。ありがとうです。楽しかったならいいけどさ。いいけどさ。麺か。ミトコンさん教えてほしい。あー、ないなに？お出かけから帰ってきた時の言葉を教えてほしいです。あー、なんかそうだね。確かに教えてなかったね。教えてあげる。誰よその女そうだよ。勢いよくね。こうガチャって開けながら、誰よそんなって入ってきてね。この前お出かけから帰ってきたけど、何も言わずにいたら、猫ちゃんちゃんのことびっくりさせちゃった。あ、そうなんだ。じゃあびっくりさせないためにも勢いよく誰よその女って言わないとダメだね。ちゃんと誰よその女って言って。そうだね。まあ逆に驚くと思うけどね。でもいいと思う。元気があって。